皆さんこんばんは。どうも、お久しぶりです。本当にね、久しぶりになっちゃったんですけども、今日の一曲いってみたいと思います。はい、ということで、ちょっとここ最近ですね、仕事とかライブとか、なかなか落ち着いて、今日の一曲を取る時間が取れずにですね、お休みさせていただきました。ちょっとね、今後もちょっとまだね、仕事の方が忙しくて、なかなか、時間が取れないっていう日もあるかもしれないんですけども、時間が取れた日はね、なるべくやっていこうかなと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いします。はい、ということでね、本当お久しぶりになったんですけども、今日の一曲はですね、ちょっと頭の中をね、ぐるぐる回った懐かしいナンバーを言ってみたいなと思います。当時、ドラマのね、主題歌じゃなかったかな、エンディングテーマだったか、ちょっとどっちか覚えてないですけども、とても好きな歌でした。カラオケ行ったらね、しょっちゅう歌ってた曲なんですけど、それで行ってみましょう。今日の1曲は「To Be Continue」、君だけを見ていた。雨が君の頬で涙に変わる。黙って君は僕の胸に頬を沈めた。二人何度もすれ違って旅に愛しさを重ねてた。あの頃君だけを見ていた。寂しげな横顔初めて見つけた時から、君だけを見ていた。まっすぐな瞳と飾らない心で、どうしようもなく打ちのめさ、僕はきっと乗り越えられた。言葉足らずの僕の愛はいつでも君の優しさを傷つけてしまうけど、だけを見ていた。こぼれそうな笑顔初めて見つけた時から、君だけを見ていた。ずっとそばにいるよ、飾らない心で。寂しげな横顔初めて見つけた時から、君だけを見ていた。まっすぐな瞳と飾らない心で、君
だけを見ていた、こぼれそうな笑顔、初めて見つけた時から、君を守りたいよ、ずっとそばにいるよ、飾らない心で。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、思い出しながら歌ったんですけど、懐かしいなと思いながらですね、当時、まだカラオケボックスがね、あのコンテナの時代だったと思うんですよね。そんな頃の、ドラマが何だったかな、ちょっとドラマのタイトルがすぐ出てこないですけど、中山美穂さんがね、主演で、ダウンタウンのね、浜ちゃんと、共演してた、でこの To Be Continue のご本人も、あのこう兄弟のね、なんかそういうドラマだったような感じがするんですけど、はい、もし皆さん知ってたら、コメントください。はい、ありがとうございます。はい、それでは8日前になりますね。もう1週間まるまるやってなかったっていう感じですね。はい、本当にね、お待たせしちゃいました。8日前なんですけども、ガロの、学生街の喫茶店を歌いましたけども、たまちゃんさん、いつもありがとうございます。この曲は深夜ラジオの、走れ歌謡曲で、初めて聴いて気に入り、レンタルで借りて、MD にダビングして聴いてたんですが、 MD にダビングっていうのがいいですね。20年くらい前、いろいろと訳ありの、親父的な人が、不意に口笛で、この曲を、奏で出したので、あからの学生街の喫茶店やんって言ったら、えらい喜んでましたね。あ、まあでもその喜ぶ気持ちはわかるかもしれないですね。多分世代が大きく離れた、若い自分がこの曲を知っていたのが嬉しかったんで、そうだと思いますね。昭和21年生まれのおじさんでした。昭和21年生まれ、あ、うちの母親よりもちょっと上のね、今だと77とか8とか、そのぐらい、もう80近い方ですね。あ、そうだったんですね。いや、でも MD にダビングしてまで聞いてたって相当ね。まあでもこの曲ってね、本当にあの耳に残る曲ですよね。はい、ありがとうございます。藤野達頼さん、いつもありがとうございます。こんばんは。また懐かしい曲ですね。現世代の、曲です。高校生ぐらいの時に、カセットテープで聴いてました。多分親のを借りていたのかな。そうなんですね。あとよく、今後するのが、ベニー葉山さんの学生時代でした。どちらもよく聞いてました。カラオケでも世代によってはよく、両方とも歌ってました。あ、そうなんですね。また古いの、まあでもそれだけ親の影響ってやっぱり強いってことですよね。だから今若い子たちが、あの尾崎豊さんだったり、あの浜田省吾さん聞くっていう人が多かったりするのも、そういうのがあるのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。篠さん、いつもありがとうございます。こんばんは。多分ずっぽし世代なんだけど、当時は、学生運動の頃の歌かなって思って憧れていましたね。学生運動ってなんか憧れましたね。熱い時代だったなっていう感じがしますよね。父が、金と紺色の、盾を持つ、側だったんだけどそうだったんですね。小学生の私は、学生運動に憧れていました。ガロは2人だけの昼下がりが好きでした。ガロはですね、学生以外の喫茶店しか知らないんですよあ、そうなんですね。お堅い職業で、はい、
学生運動ね、当時すごかったですもんね。まあ、あんな感じでね、今でも熱くなる人たちがいるかって言ったら、今はないでしょうね、あんなのはね。はい、ありがとうございます。座布団さん、いつもありがとうございます。今日も知らない歌をありがとうございます。あ、知らなかったですか。純喫茶って名前がなぜあるんだろうと、娘と話していたら、喫茶店はいろんな付加価値をつけ気味だったみたいですね。昔はエロかったこともあるみたいですし、今ならメイドカフェ、猫カフェありますね、ありますね。だから何もない、喫茶店は純喫茶なんだと知りました。レトロな喫茶店好きです。そうですね、純喫茶といったらもう本当にもう純粋な喫茶店ですよね。まあ、うちの田舎でもね、よく当時はですね、昔はインベーダーゲームとか、ああいうので、賭博をやってる喫茶店がすごく多かったですよね。まあ、今はもう摘発されちゃって、もうほぼほぼないとは思うんですけどね。ねえ、懐かしいですね。まあ、でも、娘さんよく知ってますね。はい、ありがとうございます。藤井悦子さん、いつもありがとうございます。タニーさん、復活ののろしが上がって嬉しいですね。鼻の方はね、復活したんですけどね。ほんま喉が大切な宝、砥石いけない残念ね。盛り上がりましたよね。尾崎の追悼イベントもそうですけども、先日のシーズライブも、すごく盛り上がりました。篠さん来ていただいて本当にありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。まあ、今日はですね、たまたまちょっと早く帰ってこれたので、まあ、今日は収録できるなと思ってですね、ちょっとご飯を作る前にですね、収録しようかなと思って、やってみました。まあ、明日、明後日もちょっとわかんないんですけども、できる時間を見つけたらですね、必ずやりますので、ぜひぜひ皆さん、お待ちください。ということで、まあ、明日はちょっと厳しいかもわからないですけども、土曜日は必ずできると思いますんで、次回は土曜日になると思います。それでは、皆さん、良い週末をお迎えください。それではまた土曜日に。